出番だ。出番だ出番。ということで始まりました出番チャンネル。今回は今大好評放送中のウルトラマントリガーの情報や秘密を僕マスコット紹介獣出番が紹介しちゃう特別番組なんだ。トリガーだけじゃなくていろいろなウルトラヒーローのマル秘情報も飛び出しちゃうかもしれないから、みんな最後まで見逃さないでね。それじゃあ出番チャンネル始まるよ。パフパフ。Should watch Asahi save the day in Ultra Galaxy Fight, the absolute conspiracy. New Generation Heroes! I'm putting an end to this once and for all. Let me have victory. You even copied my mom's armor. So, you know all my moves, huh? Breaking Bird! How about this? It's time we extend a little brotherly payback. Fine. This is nothing. I shall demolish every last Ultra in this universe. This is getting interesting. All right, let's go, everyone. Ultra Galaxy Fight, New Generation Heroes. How about we watch all our adventures in the Ultra Galaxy Fight series? Let's do it. それでは早速やっていきましょう。まずはウルトラマントリガーの物語の始まりをプレイバック。運命の出会いと初めての戦いをもう一度おさらいするよ。出番だ出番。開拓された火星で植物学者をしている青年真中健吾。彼は世界中の人々を笑顔にしたいと願っていた。いつか素敵な花を咲かせてみんなを笑顔にするんだよ。スマイルスマイル。だが平和だった火星を突如闇の怪獣が襲う。怪獣、どうして火星に怪獣が。その中でケンゴは超古代より火星の地下深くに眠っていた巨人の石像と運命の出会いを果たす。しかしそこに現れたのは同じく超古代から蘇った闇の巨人、妖霊戦士カルミラだった。トリガ、トリガ、やめろ。なんだい人間、邪魔だよ。やめろ。
邪魔って言ったの。聞こえなかったのかい。ユザ、また会うとはね。やめろ。僕はみんなを笑顔にしたいんだ。Ultraman Trigger Multi-Type Boot Up Zeperia 未来を続く希望の光、ウルトラマン、トリガー。ケンゴは神秘の導きにより石像と一体化。光の巨人、ウルトラマントリガーとなる。ウルトラマントリガー。しかしカルミラも執拗に攻撃を仕掛けてくる。どうすれば。遺跡となっていたサークルアームズが復活する。サークルアームズは悠久の時を超え超古代より蘇った神器。マキシマムブートアップモルジーゼペリア。その光は闇の力を圧倒する。ゼペリオン光線でトリガー、そしてケンゴは火星の人々を救ったのだ。そうじゃないとつまらないね。ああ、なるほど。ケンゴくんがウルトラマントリガーになったのにはこういう経緯があったんだね。それにしてもケンゴくんの前に現れた銀色の髪の少女、あれは一体何だったんだろう。カルミラは彼女のことをユザレって呼んでたけど、今後の物語の鍵になるかもしれないね。うんうん。さあ、ここでケンゴくんが入隊することになった防衛チームガッツセレクトについておさらいしていくよ。出番だ出番。角から開口線、触手から電撃攻撃。ガッツセレクト、地球平和同盟 TPU の中に組織された対怪獣災害のエキスパートチームだ。避難誘導ガチャ。隊長の辰巳聖也。ウルトラマントリガーを援護しろ。熱血艦の佐久間鉄心。発進。暑苦しい。クールな女性隊員七瀬ひまり。性格がね。オペレーターを担当する宇宙人メトロン星人マルール。いいだって、ふざけんな。俺が作ったから。各種装備の開発も兼任する聖明人。そして分かってるじゃん。女子高生隊員シズマユナ。さまざまな個性が一つになったチームだ。お、
火星で勧誘されたケンゴもまた一つの個性としてチームと一つになっていく。怪獣と戦う彼らは強力な装備が用意されており、ケンゴのものと大型の銃ガッツスパークレンスが支給されている。本当にまた来た。今度は異星人モード全開だね。スパークレンスモードへの変形機構こそ持たないが、怪獣の力を宿したガッツハイパーキーを装填し、さまざまな能力を発揮することができるのだ。ガッツファルコ出撃だ。喜んで。多目的無人可変ドローダーガッツファルコ、いくよファルコンちゃん。七瀬ひまり隊員が遠隔操縦する戦闘機だ。飛行形態であるフライトモードから多種多様な任務に対応する特殊形態ハイパーモードに変形する。そしてガッツセレクトの基地としても機能する戦闘艇ナース・デッセイ号、さまざまな機能を秘め対怪獣に特化したまさに空中の要塞だ。今だ、ナースキャノン発射。ナースキャノン発射。これらの装備を使いガッツセレクトは人々の平和を守っていくのだ。できることなら僕も入りたいよ。メトロン星人のマルール君も隊員として活躍してるし、僕もワンチャンあると思うんだよね。辰巳隊長、いつでもご連絡待ってます。我々から君たちへ注目の情報だ。Galaxy Fight The Absolute Conspiracy Now on YouTube。 ぜひチェックしてくれ。これからも我々と共に歩もう。さて、ここまではガッツセレクトのことを紹介してきたんだけど、これまでにもいろいろな防衛チームがウルトラヒーローと一緒に地球を守ってきたのは知ってるかな。ここからはちょっと目先を変えて、そういった防衛チームのことを紹介していこうと思ってるんだ。個性豊かなチームがたくさん揃ってるから、ガッツセレクトとの違いなんかを比べてみてね。まずはウルトラマン銀河、そしてビクトリーと共に戦ったこのチームを紹介だ。出番だ出番。ウルトラマン銀河にウルトライブする青年ライドウ光る。彼が所属することになるチームがウルトラパーティーガーディアンズ、通称 UPG だ。規模はまだ小さいが熱い心を持った新設チームである。特殊装備車両シュナウザーやレーザーガンとパラライザーを切り替えることができる銃チャージガンなどを装備している。至急調査に行ってくれ。ガレット、現地に向かいます。
そして UPG の他にも悪と戦う者がいる。地上は危険なところだ。地底人ビクトリアのショーだ。俺の名はショー。彼の持つビクトリーランサーはガッツスパークレンスと同様に怪獣の力を弾丸として発射することができる。そしてショーはビクトリーランサーの力でウルトラマンビクトリーにウルトライブするのだ。ウルトラマン銀河とビクトリー、二人は時に立場の違いから反発することもあったが、最強のタッグとして共に地球を守り抜いたのだ。ビクトリアムスラッシュ。UPG で印象的なのは了解の時にガレットっていうところだよね。あれって英語で got it ってことらしくて、わかりましたって意味なんだって。これ豆知識ね。お、あとあまり知られてないけど、実は UPG にはバルキー星人、イカルス星人、ナックル星人が捕らえられていて、今は清掃員として働いているらしいよ。豆知識その2でした。それじゃあ次はウルトラマン X と一緒に戦ったジオの紹介だ。出番だ出番。特殊防衛チームジオ、怪獣や宇宙人に対抗するために組織された部隊で、世界的な規模を持つ大規模組織である。これがベムスター。ウルトラマン X とユナイトする大空大地はジオの特捜班とラボチームを兼任しているのだ。大地、ユナイトだ。分かった。ジオにはジオアトス、ジオアラミス、ジオポルトスという3種の特捜者が存在する。ジオマスケッティ、テイクオフ。ジオマスケッティ、無人戦闘ユニットジオマスケッティと各種合体することで、さまざまな用途に使い分けることが可能だ。ジオアトス、ジョイントゥ、ジオマスケッティ。ジオアトスと合体した戦闘機形態スカイマスケッティ。行くぞ、ファントン交渉発射。ジオポルトスと合体したホバー戦車形態ランドマスケッティ。発射。そしてジオアラミスと合体した宇宙戦闘機形態スペースマスケッティ。どれもガッツファルコンに勝るとも劣らないスーパーメカだ。溶岩熱戦発射。俺たちは一心同体だ。アタッカー！ジオはウルトラマン X と共に困難を乗り越え、強大な敵と戦い抜いた歴戦のチームなのだ。ジオの特徴は動画の中でも紹介した多彩なメカニックなんだけど、それらはファントン星人のグルマン博士が提供した技術が使われているんだって。最近じゃ防衛隊の中に宇宙人がいることも珍しくなくなってきてるから、多様化の時代だな。ほ、多様化といえばこのチームが一番なのかも。次は警備組織イージスだ。出番だ出番。
イージスとは社長の佐々木香菜のもとに設立された民間の警備組織である。だがその所属メンバーはかなり個性的だ。無事に乗れたかな。そうや誉れ、地球人離れした体力を持つ彼だが、実はアマヤルム星人というヒューマノイドタイプの宇宙人なのである。あの状況で まさか君も。旭川ピリカ、彼女もまた人間離れした処理能力を有するが、その正体は宇宙からやってきたアンドロイドピリカ03。命をもてあそぶな。そして最後のメンバー工藤博之、彼はれっきとした地球人なのだが、ウルトラマンタイガとバディとなり一心同体となって戦うことになるのだ。叫べ博之、バディーゴー、バディーゴー、ウルトラマンタイガー。地球人、宇宙人、アンドロイド、そしてウルトラマン。ウルトラマンタイガはイージスのようにさまざまな生命体が平和に暮らせる世界を守るために戦った。そしてそれはイージスの皆が目指す未来でもあったのだ。ストリームブラスター。イージスは規模は小さいけど平和を守りたいって気持ちは他のチームにも負けてない。これも防衛チームの一つの形なのかもしれないね。そう、最後はあのチーム。そう、対怪獣ロボット特空機を使って地球を守るストレージを紹介だ。デボンドデボン。対怪獣特殊空挺機構隊、通称ストレージ。彼らはセブンガーやウィンダムといった特空機と呼ばれる巨大ロボットを使い怪獣と戦う防衛組織だ。ウルトラマン Z とウルトラフュージョンする熱き青年夏川春樹は特空機の新米パイロットを務めている。彼らは大きな力を持つ意味に悩みながらも平和を守る決意のもとに戦っていた。誰かに押し付けちゃいけない。特空機3号キングジョーストレージカスタム。捕獲したキングジョーを回収改造し誕生したストレージの最高戦力だ。セパレートモードに移行する。キングジョーストレージカスタムはさまざまなモードを使い分けられる。攻撃開始。分離形態であるセパレートモード、司令塔でもあるコアシップ、ペダニウム誘導弾を発射し相手を牽制するヘッドファイター。750ミリ榴弾砲やペダニウムハンマーを有する戦車ブレストタンク。怪獣を乗せ移動させられるほどのパワーを持つレッグキャリアーと4機のメカに分離し括弧に戦うことが可能なのだ。タンクモード行こう。キングショー。そしてそれらが合体することで戦車形態タンクモードに。この形態は自走多目的兵装型と呼ばれ多数の武器での攻撃ができる。基本形態でもあるロボットモードでの戦闘、その他の特空機同様柔軟な作戦行動が可能になるのだ。やったろう！ ウルトラマン Z、アルファエッジ。ハルキと一体化したウルトラマン Z。こっちも攻撃！ヒットアンダーウェイス！彼もまたハルキと共に成長していった若きウルトラの戦士だ。
地球を守るって発想が今までありそうでなかったよね。怪獣と対等に戦うその戦力はウルトラマン Z にとっても頼もしかったはずだよ。みんなも僕と一緒でいつか特攻機に乗ってみたいって思っちゃったんじゃないかな。この後はウルトラマントリガーとガッツセレクトの活躍をもう一度見てみよう。私から秘密の情報を教えてあげる。That's enough excitement! Ultra Galaxy Fight, the absolute conspiracy! Something is happening in this galaxy! So this is the power of darkness. I deny both light and the bond to stand up for justice and overcome challenges. That's Ultraman! So you're Tartarus? Come to witness history. Now on YouTube. Access granted.絶対に見てくださいね。世界中で発見された。どうだったかな。いろいろな防衛チームがウルトラヒーローと共に戦ってきたってことが分かったでしょ。あれは彼らに共通しているのは地球のそして人々の平和を守りたいっていう熱い気持ちなんだ。その気持ちはもちろんガッツセレクトにも受け継がれている。これから先もさまざまな困難が彼らに待ち受けているだろうけど、ウルトラマントリガーと共に立ち向かっていってくれるはずさ。だからこれからもガッツセレクトとウルトラマントリガーを応援していこうね。そしてなんと次回もまさかの出番チャンネル続投なんだって。イエーイ。まだまだいろんな情報を発信していくから懲りずに付き合ってちょうだいね。それじゃあ最後に誰の出番だ。出番だ出番。またね。来週の出番チャンネルではウルトラマントリガーをはじめいろんなヒーローのことを徹底解説。あんなヒーローやこんなヒーローの秘密がたくさん知れちゃうかもしれないよ。ウルトラマントリガー特別総集編、空を駆ける英雄、誰の出番だ。